N のために。それにしても何の違和感もなく高校生に見えてしまうエイクラナナーね。実年齢26歳にもかかわらず、あの2006年18歳での初主演ドラマダンドリの頃と比べてもね、全く遜色ないんじゃないかとさえ感じたわけでよ。で、当然ながら演技力とかはね、なかなかの進歩を見せているとは思うんだけどで、それに付き合わされる形でね、学生服を着る羽目になった同じく実年齢26歳の久保田正隆、うん、で、こっちの方もね、普通に高校生に見えたで、ちなみに当初はね、二人とも子役が演じる案っていうのもあったそうなんだけど、プロデューサーの壮絶な過去も演じてもらいたかったというこだわりで、エイクラナナと久保田正隆は17歳から32歳を演じることになったとか、うん、まあ確かにね、第1話の部分っていうのはかなりの重要ポイントなんでね、違う人間が演じるとそれこそ成立さえしないっていう気もするわけで、そういう意味では高校生も大丈夫っていうことでエイクラナナが選ばれたとも思えるわけで、まあね、この10月クールは信長コンツェルトの小栗旬、それにごめんね青春の錦戸亮、長山健人とか、今更ながらに高校生も演じなければいけないケースも多いんだけど、まあそんな中でもエイクラナナダントツに違和感なしで、ちなみに今回の役どころに関してエイクラナナ自身は公式サイトのインタビューで、杉下のぞみというのは強さと弱さ両方合わせ持っている女の子ですね、もともと両親に愛されて自然の中でのびのび育ってきたけれど、ある出来事から価値観が急に変わってしまった。これは誰にもあり得ることですが、いろんな人と出会い、いろんな体験をして大人になる、その過程での出来事が過酷すぎて、それがのぞみの複雑さにつながっているんですよね。映画やドラマで描かれる人物としてはとても複雑な人物だと思いますし、そしてそれを見事に描かれているなと思いました。そんなのぞみの15年間、10代から30代までを演じることや、ミステリーという意味で見ている方に仕掛けをする部分の難しさはありますが、それよりも今の年齢で10代の純愛ができることが奇跡だと思うし、ありがたいし楽しい、嬉しい方が大きいです。我慢強く我慢に慣れてる人だし、ミステリーということで一つ一つの行動や言動に裏があったりするので、監督と相談しながら演じていきたい。あとはいろんな仕掛けがあると思うので、それを自分が仕掛けられるのは楽しみです。それから共演者の皆さんに関しては、久保田正隆さんはすごく気を使ってくださる方、小豆島ロケは結構スケジュールが過酷だったので、みんなを元気にしよう、明るく楽しくさせようという気合を感じました。事件に関わる皆さんとは野原層の仲間感は出していきたいので、今後どうやって仲良くやっていくかは考え中です。そして三浦友和さんとは CM で親子役を共演させていただいてますが、誕生日もいつも忘れずおめでとうを言ってくれたり、本当に優しい方でいつもよくしていただいています。みんなの中心的な存在でお父さんみたい、それはこの現場でも変わらなくって、いてくださると締まるし安心します。三浦さんの現場での居方など勉強したいことはたくさんあります。三浦さん演じる高野はドラマのオリジナル人物なので、今後どうなっていくかはすごく気になりますし、三浦さんが演じられるからというのもありますが、ニコニコしていて優しそうなイメージなので、そういう人の心の闇みたいなところはどこから出てくるのか楽しみにしています。なるほど、うん、まあ確かにね、エイクラナナと三浦友和、 CM であのバカボンとバカボンのパパみたいなね、そんな雰囲気さえ漂わしている、うん、あののほほんとした感じをね、このドラマの中でも期待してしまうところもあるんだけど、でも初っ端からかなりミステリーな雰囲気も漂っていたね。ところで気になる初回の視聴率は 11.8、 前のクールの家族狩りの初回 10.5 を上回ったんで、とりあえずはほっと一息というところだとは思うんだけどね。まあいかんせんミステリーなんでね、これから先いかに引っ張ることができるかっていうのが肝心、うん、で、あの野口夫妻殺人事件に関して、小出圭介演じる西崎正人が本当にやっていないとすれば、では真犯人はエイクラナナ扮する杉下のぞみか、久保田正隆演じる成瀬真嗣か、それとも賀来賢人演じる安藤のぞみかってことに普通はなりそうなんだけど、でもそこは港かなえミステリーね。まあそんなには単純じゃなさそう。つまり真犯人は
って本当にこれからが楽しみ。うん。ということで、とにもかくにも N のためにこれからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。